皆さんこんばんは。いつもあの金曜日の夜なんですけど、今日は、いつもとちょっと違うので、時間の都合をつけることが難しかった方はおられるかもしれませんね。ようこそ来てくださいました。私の後に、メリーさんが歌ってくれるので、それをぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思いますけれども、その前にちょっとだけ、お話をして、おこうと思っています。皆さんに渡したこのメモがありますけれど、あなたに平和、あなたの家に平和、すべてのもの、あなたのものすべてに平和がありますようにという、これは旧約聖書の中に出ている言葉なんですけれども、平和、まあ、特に日本で8月になると、テレビ局で本当に平和ということをタイトルにした番組が増えてきます。それは素晴らしいことだと思いますけれども、でも残念なのは8月が過ぎるとなんとなく平和という事柄がこう消えてしまうようなイメージがあって残念だなと思います。で、特にあなたの、あなたに平和、あなたの家に平和とありますけれど、個人個人の心の中に平和を持つということ、それからそれぞれが属している家庭の中に平和があるということ、これは誰もが望んでいることでしょうし、育ってほしいなと思っているわけですけれども、子育てセミナーといいます、子育てのこの講座としては、子どもたちが家で平和を感じるときってどんなときなんだろうということをちょっと挙げてみようと思いました。子どもたちが家で平和を感じるとき、1から7までここに書いてあります。別にこれ子どもにインタビューしたわけではないんですけれど、勝手に挙げただけですが、1、後ろめたさを感じていないとき、これ子供がですね、子供が後ろめたさを感じていないとき、叱られることがないと確信できるとき、このとき子供はですね、極めて平和です。普通のようにニコニコし、目を見て話すこともできるし、顔をあからめることもないし、逃げ出すこともない。それから2番目、笑顔で話しかけられたとき、お父さんやお母さんが、あるいは自分の兄弟が笑顔で話しかけてくれた時には、そんなにこう、なんて言いますかね、しっぺ返しがすぐあるということではないので、安心してそこには平和が感じられると思います。それから3番目、話を聞いてもらえた時というのがあります。話を聞いてもらえた時、これ前にもちょっとお話ししたかもしれませんけれど、面白いことに、子供がいろんな、例えば園でいろんなことを経験してきて、お父さんやお母さんに、ねえ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 、今日ねえと言っていろんなことを話しかける、その話をきちんと聞いてくれたとき、親がその話をきちんと聞いてくれたとき、その子供の話したことはその子供の人生の中で実際の出来事として記憶に残ると言われています。でも逆に、ねえ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 って子供が言ってるときに、うるさいな、まったくって言ってその子供の話を聞かないでそれを拒否すると、その出来事はなかったことのように消えていくと言われます。これ結構切実ですね。子供は言葉がそんなに達者じゃないし、親と話をする時でもなんとなく言葉が足りない、分かりにくいということがあるかもしれませんが、それでも丁寧に子供が一生懸命話をしようとしているのを聞いてあげることができると、その子供が話している事柄は子供の中で実となってくる、実際そういうことがあったのだという喜びとなってくる、話を聞いてもらえたとき。それから4番目、ごめんなさいと言えたとき、平和ということを語るときにはどうもありがとうとごめんなさいというのはもうなくてはならない言葉なんですけれども、ごめんなさいと言えたとき、子供でもやっぱりごめんなさいというのが嫌いな子供はたくさんいますね。他のことは何でも言えるけどごめんなさいだけは言えない、あるいは言わないという子供たちがたくさんいます。意外と人をごめんなさいということを聞いたこともないという子供もたくさんいます。でもごめんなさいと言える時、間違いなく心が軽くなってその子供の中に平和を感じるということが起こると思います。もし子供がごめんなさいということを言えない場合には、
親子の関係の中でもしお父さんお母さん何かを子供に対して失敗した時、お父さんやお母さんの方からごめんなさいとかごめんねという言葉を聞かせてあげることはとても大事なことだろうと思います。それから、おはようと言って答えてもらえた時、ね、子供が平和を感じる時、おはようって言って答えてもらった時には子供はなんとなくいい気持ちになるわけですね。それから6番目、夫婦喧嘩をしていない時、これはあの子供にとってですね、非常にこう平和が乱れているというのを実感してしまう時ですね、夫婦喧嘩をしていない時、それから人の悪口を耳にしなかった時、家の中で自分のお兄ちゃんの悪口や自分の弟の悪口や他の人の悪口が聞こえなかった時、そういう話題がなかった時、子供は平和を感じます。現実的に言っていつでも平和を作り、いつでも平和が保たれれば嬉しいと思うし、いつでも平和の素材がいつでもそこにある家庭があればいいんですけれど、私たちはやっぱりいろんなケースで、例えば夫婦喧嘩をしてしまうとか、子供を叱ったりとか、本当は言わなくてもいいようなことごとをいろいろ言って聞かせてしまうとか、そういうことあることは事実ですね。でもそういうことがあるということを分かりながらも、心はやっぱり平和が大事だということをうなずいて、積極的にごめんなさいとかありがとうとかいう、そういう言葉をお父さんお母さんが日常生活の中で聞かせてあげることというのはとても大事なことだと思います。お父さんやお母さんが子供に対してごめんなさいと言い、子供に対してどうもありがとうと言う、それを聞かせることは実に大事なことだと思います。でそれができるときっと兄弟でもごめんねって言えるのかもしれません、ありがとうと言えるのかもしれません。実は私の妹のところにはダウン症の息子がいます。もうすでに20歳を超えていて、今あのファミリーレストランで働いているんですけれども、彼が生まれた時、私の妹は本当に長いことずっと泣き続けていた時期がありました。誰も声をかけられない。まあでもある時から非常にすっきりした気持ちでこのしゅうちゃんというダウン症のことを関われるようになり、そしてその子育てがね、まあまあ順調にといいますか始まったわけですけれど、お兄ちゃんのりょうたくんは、まあ、ここにあのその時の作文が出てるんですが、りょうたくんは小学校1年生で、下のしゅうたくんは、2歳という状況でこの話が進んでいくんですけれど、あのお母さんがね、りょうたくんに今日明日の、保護者会授業参観の日にしゅうちゃんを連れていくからねって言ったら、りょうたくんがやだよって言ったんです。なんでって言ったら、変な赤ちゃんって言われて恥ずかしい。でお母さんはそのことを聞きながら、そのりょうたくんにそのダウン症の話をし、別にりょうたくんが悪いわ、あのしゅうちゃんが悪いわけじゃないんだよと言って話をして、丁寧に説明するんですよね。で結論的にはお母さんは、妹は授業参観日の時には、一人で行ったんですけど、その時は一人で行ったんですけれども、でも夏休みになって、りょうたくんが、小学校1年生のりょうたくんが夏休みの宿題で作文を書いたんです。作文って何っていうぐらいしか分からなかった子ですけれど、しゅうちゃんごめんねという作文を書きました。でここに載せておいたんですけど、もともとの原文は全部ひらがなです。ひらがな。でもね、小学校1年生のりょうたくんがこんなことを書きました。しゅうちゃんごめんね、僕の弟のシュータは今2歳です。ダウン症という病気です。体の中には染色体というものがあります。それが一つ多いのです。そのために他の人よりできることが遅いのです。授業参観の前の日、お母さんが明日シュウちゃんを連れて行くよと言いました。僕はやだよと言うと、お母さんはなんでと言いました。僕は他の人に変な赤ちゃんって言われるから恥ずかしいと言いました。お母さんが真面目な顔で、たまたましゅうちゃんがダウン症になっただけだよ、
恥ずかしくなんかないんだよ、しゅうちゃんが悪くないんだよと詳しく話してくれました。僕はしゅうちゃんにあんなことを言って悪かったなと思いました。それでしゅうちゃんに恥ずかしいなんて言ってごめんねと言いました。しゅうちゃんは笑ってはいと言ってくれました。僕は本当に分かっているのかなとちょっと心配でした。しゅうちゃんは分かっていても分からなくても何でもはいで済ましちゃうからです。しゅうちゃんの可愛いところは、僕は先に寝ようとすると嬉しそうな顔で僕の布団にの潜り込んでくる時です。僕は布団を開けてしゅうちゃんを入れてあげます。そうすると僕と一緒に寝たふりをします。僕はしゅうちゃんにボール投げをして遊んであげます。それから言葉も教えてあげます。笑っている顔もとても可愛いです。でも時々つねったり噛みついたりして僕を困らせます。これから幼稚園や学校に行っていろいろと頑張ってほしいです。僕もいろいろ教えてあげようと思います。こんな作文が書けたら、そのお兄ちゃんと弟の間には平和が生まれるだろうなと思うんです。そしてそういうことを教えることができる家庭には平和が生まれるだろうなと思う。ごめんなさいって短い言葉ですけれど、それはきっと平和を作り出す上で、人にごめんなさいを言いなさいということ大事ですけど、でもそれと同時に自分の方でも悪い事柄に気づいたらごめんなさいという、自分の方でもごめんねっていうその心が育った時、きっとあなたに平和が、あなたの家に平和が訪れるのだろうと思います。ぜひまた帰ってからゆっくりこんな文章を読んでいただいて、もうしゅうちゃんもそれからりょうたくんも大人になって、成人式が2人とも過ぎてますけれど、実に仲がいい、今でも世界で一番仲がいい兄弟だと思います。平和がある、それを本当に感じます。皆さんの家庭の中でも、自分の心の中に、あるいは家族との間に、あるいは子供たち同士の間に、あるいは親子の間に平和が届くようにと心から願っています。今日は大阪の方にお住まいの高橋明里さんが、歌いに来てくださっているので、早速歌を聴きたいと思いますけれども、今そこに2枚 CD が並んでいて、一つはいてくれてありがとうという CD と、それからこれは今年1月に明里さんがやってきて、子供たちと一緒に歌った歌が入っている、生きるために命はという CD ですけれど、もし興味があればぜひ終わってからご覧いただいて、お求めいただければと思います。私は歌声ペトラという名前の集会をいろんなところでやっていて、大阪の方でもその歌声ペトラという集会をやって、多分もう随分前ですけれども、その集会の時にメリーさんに初めてお会いしたんだと思います。でその時にアルトのパートなんかを歌っていて、そして知り合いになって、それからずっと友達でいて、いろんな私の曲も歌っていただいてるんですけれども、二人の息子さんのお母さんでもあり、いろいろな本当になんかこの人すごく文章を書くのが上手くてですね、すごいなと思うことがあったら、私はよくあるんですけれど、今日は歌を歌っていただくので、文章のことより歌を、早速歌ってほしいと思います。拍手でどうぞ。高橋明里さんです。こんばんは。今ご紹介に預かりました高橋メリーです。メリーという名前は本名ではないんですけども、関根先生が飼っていた犬の名前からこの名前をいただきました。なんか出来の悪い犬だったそうで、出来の悪い犬だけれども僕は可愛いんだと関根先生がおっしゃったんですね。そんな風に神様は出来の悪い私も我が子よと言って、可愛いと言ってくださると、その思いを自分のこのゴスペルを歌う時の名前にしました。ゴスペルっ
で、なんかこう黒人の人がローブを着て教会で歌ってるっていうイメージがあると思うんですけれども、私のゴスペルはちょっと違うんですね。私はそういう教会でゴスペルを歌うグループにも入っていたんですけれども、今はそのゴスペルっていうのはそんな教会だけにあるんじゃなくて、普段生活しているこの生活のその場その場にあるなって思うんです。私は普段は専業主婦なんですけども、この家庭の中で、家庭の台所の中でゴスペルがある、そんな歌を最初に歌いたいと思います。台所の祈りという歌です。
で明日の朝ごはんどうしようかなとか思っておられるんじゃないでしょうかね。毎日本当にご苦労様です。母親としての歌を次に歌いたいと思うんです。これは賛美歌なんですけれども、あの童謡でさっちゃんという歌がありますよね。さっちゃんはね、幸子っていう歌、本当はね、あの歌を作った、作詞家作曲家のお二人が一曲の賛美歌を作ってるんです。それが第二次世界大戦のすぐ後で焼け跡の中で作った賛美歌なんですね。あの戦地に、行ってしまって帰らない息子たち、そんなあの息子たちを待っているお母さんの心とか、平和を願うお母さんの心、そんな心を賛美歌にしたものです。幾千万の母たちのという歌です。
本当に辛いこと、まあ、戦争が起こっていなくてもですね、まだでも私たちの生活の中に苦しいこともいっぱいあるけれども、でも必ず神様が青い目を、新しい目を生きろと言ってくださっているということを感じていたいなって思います。で次2曲続けて歌いたいんですが、この保育園の子どもたちも歌ったと思うんですが、命の理由というさだまさしさんの歌を歌いたいと思います。これはゴスペルではなくて、実は浄土宗の依頼でさだまさしさんが作った歌なんですね。でもこの歌詞を見ていますと、その宗教を超えて命を本当に慈しむ思いは一緒だなと思って、この歌が大好きです。そして私の作った生きるために命はというこの歌を2曲続けて歌いたいと思います。私が生まれてきたわけは
では最後にいつも関根和夫先生が言っておられます、いてくれてありがとうという言葉、その関根和夫先生が作詞をされたこのもうそのまんまです、いてくれてありがとうという歌を最後に歌いたいと思います。Thank you.